もう撮り始めました。怪しくないんですけいや、声もまずいっすか？いや、じゃなくて、チャンネル登録しないといけチャンネル登録してくださいよ。全然伸びないんですから。YouTube 見ます？見ますよ。あ、本当ですか。好きな YouTuber さんとかいるんですか？おきなのハイサイ。ハイサイっていうチャンネルがあるんだ。ハイサイ探偵団へえ。一応登録してないですけど。登録してみましょうよ。地元なんだから。あ、そうですか。こんばんは、山田でございます。今日は沖縄に来て、マッサージを受けてます。そのシーンをご案内したいと思います。さあ、お姉さん、お願いします。何をですか？いやいやいや、もう長いんですか、マッサージやられて。おお、聞く。肩も凝ってます。肩はそんなでもないですか？あ、凝ってます。やっぱ凝ってんだ。ちょっと不安なことがありまして、はい、やっぱり本土というかから移住する方は多いと思うんですけど、移住民みたいな感じ、移住、移住民？移住、何ですか？すみません、酔っ払っちゃっても、なかなかやっぱ馴染めないもんですか？でも言葉とか多少の文化の壁があるんじゃないですかね。食文化とか違いますよね。そうですね。ゴーヤ食べれますか？ゴーヤ食べれます。あ、食べれます？でもヤギは、ナベラ食べれます。ナベラって何ですか？ヘチマ。あ、ヘチマ、赤すりじゃないですあ、カスリのヘチマはやったことあります。食べるんですよ。ヘチマ食べれるんだ。あ、食べます。めっちゃ美味しいです。本当ですか。ゴーヤは美味しいと思います。あ、そうなんですか。ゴーヤも今いろんな美味しい種類とかあるから。ゴーヤにも種類あるんですか？そう、苦いのと甘いやつ、苦くないの。パパイヤとパパイヤ、マンゴー。パパイヤ食べるんですよ。果物じゃなくて。果物じゃないんですか？炒めへえ、あ、じゃあ料理の一環っていう。まあ、焼きが嫌いだったら。焼き？焼きダメなんですよね。いや、昨日沖縄の方と飲んでまして、ヤギは食えたもんじゃないなみたいな意見と、臭いですよね。なんかね、そうみたいですね。おお、聞くなあ。わざとやってます？で、マッサージはたまに行くんですけども、妙義山。上手ですね。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。でも優しいですね、沖縄の方は。そうですよ。基本優しいんですよ。優しいですよね。モアイとかね。もう、あ、もう、昨日勉強しました、モアイ。いや、移住してきたらやろうと思ってるんですけど。女の人もモアイやるんです多いもん、わかっか。へえ、老若男女。関係ます。で、モアイの名前も決めるんですよ。名前ってなんですか？ん？あ、なんそとのか。チームの名前。そう。モアイの説明しますね。モアイとは、仲間で、お金を集めて、月1回ぐらいやるんですよね。月で、まあ、助け合いですね。助け合い。困ってる方たちを助けるっていうか、もう説明になってないですけどね。でも、マイナスにはならないんですよね。ならないですよね。毎月仲間内で、例えば1万円なら1万円集めて、その8人なら8人でやると。で、毎月その集まったお金は、1人が取ると。で、
8ヶ月がワンクールになるわけですね。という感じのやつです。合ってます？はい。まあ人数が多ければ多いほど。学が多い。はい。先生、3万5万やってる人が。ああ、やっぱそうなんですね。1万がまあ一番ミニマムみたいな。そうですね。5万やってたら8人でもご飯40万ですから、ね、そうそうそう、大きいですね。積み立てみたいなもんですよね。うん、そうですね。自分はもらえないみたいなのないし、だから、ちゃんと信頼できる友達とか、うん、そういうので、なるほど。そうそう、ちょっと、ね、信用できない人は仲間に入れられないですよね。あ、なるほど。あ、そっかそっか。そうそう、途中でリタイアだよね。うん、あとは、まあちょっと縁起でもないんですが、はい、誰かが亡くなったら、7日以降も、初7日以降も、飲み会っていうか。ああ、それはもう、グループ内で、なしとかあるんじゃないですかね、やっぱり。なんかちょっと不幸ごとはね。ああ、そっか。うん、昨日聞いたあれではやるって言ってました。やるって言ってて、その寂しい時間を作らないみたいな、うん、毎日毎回飲み会が続くから、あの寂しくても寂しくない。どこら辺の人ですか、その沖縄の。いろんな方がいたんですけど、でも那覇ですかね、うん、お姉さんどちらなんですか、うん。あ、じゃあもう都会人ですね。ね。だって那覇都会じゃないですか。那覇もいろいろ。あ、そうなんだ。田舎もあるの。あ、那覇にも田舎があるの。首里とかも田舎です。田舎扱いされます。へ、はい、沖縄に住むとしたらどこがいいんですか。海が好きだったら海沿いがいいだろうし。う、今日名古屋行ってきたんですけど、こういう自然的なものを撮るんであれば、うん、離島おすすめじゃないですか。ああ、本土じゃなくて、うん、沖縄、うん、本島じゃなくて、うん、で今実は宮古島とか、ああ、宮古島って有名ですよね。うんうん、あ、バブルなんだ。あ、そうなんですか。めっちゃ家賃、東京なのに高いっていう話。へぇー。でもみんな沖縄来たらハマっちゃいますよね。すごく気持ちいいし、癒されるし。釣りとか？釣りはしたことないんですけど、そうですね、したいと思います、これから。その辺の川でも、サメも取れる。え、そうですよ。そうなんですか。台風はやっぱりひどいですね。うん、もうここ何年直撃がないんで、うん、最近九州にもこうね、ね、九州は本当今回もちょっとすごい災害で、すごいですよね、うん、というわけで今から60分というか、もうあと40分ぐらいかもしれないですけど、マッサージを受けたいと思います。もう酔っ払ってるので失礼します。